こんにちは、つつのこです。今日ね、1月27日から名探偵ピカチュウ新コンビ誕生というね、ゲーム 3DS のねダウンロード専用ゲームが発売ではなくてね、発売は2月3日なんですけど、あらかじめダウンロードっていうのができて、今からねもうソフトをダウンロードすることができます。そして今だけお得な 20% オフセールということで、ちょっとね安くなってます。じゃあね、これちょっと見てみましょう。はい、あらかじめダウンロードしなくてもね、セール期間2月29日までなんで、なんだ急がなくていいやと思うかもしれないんですけど、違うんです。ちょっとね、進んでみましょう。もう PV 見た時からね、やりたかったので、ピカチュウがね喋るんですよ。 PV はね皆さん、僕下にリンク貼っときますんで、公式の PV ね、よかったら見てみてください。もうね、名前の冠に名探偵って書いてあるように、おそらく謎解きゲームなんでしょうね。僕結構謎解きゲームね好きな方なんで、楽しみです。さあ、それじゃあ早速もう予約購入画面に進んでおきましょう。はい、予約購入後にキャンセルとか返金もちろんできません。もうダウンロードしてしまうのでね、実際にねソフトがプレイできるのは2月3日からになります。ただ僕がなんでね、あらかじめダウンロードしようと思ってるかというと、予約購入された時点で購入が確定し、代金の決済が行われますとありますよね。2月1日は何の日だか覚えてますか？任天堂アカウントのキャンペーンが終わる日なんですよね。これ、任天堂キャンペーンっていうのは、前僕もね動画で説明した通り、1000円のプリペイドカードを登録すると、100円、またプリペイド番号が、メールでね送られてくるっていうサービスなんですよ。いわゆる 10% ポイント還元のサービスですね。なので僕はもうね、使い切れないほどポケトレのねプリペイドカードがあるんですけど、なるべくたくさんね2月の最初までにチャージをねしておきたいんですけれども、なので2月3日の発売日に購入するのと、今の時点でね購入するの、実は1200円よりもっと安い1100円ぐらいでね実質買えてしまうということなんですよ。なので普通課金しない人でも、このね名探偵ピカチュウのゲーム欲しい人はですね、1000円じゃねちょっと足りないので、2000円のプリペイドカードを買ってですね、任天堂アカウントを登録して、そして e ショップからねチャージすると、後々ね200円分ポイントがメールで返ってくるので、2200円分使えると。そしたら1000円丸々余るってことですよね。なので任天堂アカウントのサービスが終わるまではさらに安く買えるということなんで、僕もね今の時期に購入したいと思います。さあ、じゃあ行きましょう。1200円購入していきます。はい、今すぐダウンロード。さあ、どんぐらい時間かかるかな。今8時30分です。はい、ようやく終わりましたね。30分から開始したから27分ぐらいかかりました。めっちゃ時間かかったよ。結構データが大きいってことですね。容量にもね、もしダウンロードする方注意してください。さあ、それじゃあどんな感じになってるのかな。ソフトが追加されました。これですね、ポンと。操作開始だ。あ、かっこいい。ピカチュウの声がねめっちゃイケボイスになってます。操作開始だ。楽しみ。めっちゃ喋るみたいだからね、僕も負けずにね家計をしていこうかなと思います。さあ、始め、あと7日で配信開始って上出てますね。ちょっと始めるを押してみましょうか。お買い上げいただきありがとうございます。配信開始までしばらくお待ちくださいということで、配信開始、やっぱ配信開始まではダメみたいですね。インターネットで多分ロックが解除されるんだと思います。ということで、名探偵ピカチュウ新コンビ誕生をダウンロードしてみたような動画でした。それじゃあ、よかったらね普通の実況もいろいろやってますんで、よかったらねまた見に来てください。それじゃあ、つつのこでした。